これマジで遠くから来る甲斐があったナンバーワンだわ、やっぱり。北の小さショベルト、ハルキです。今回訪問するお店はラーメンショップ二つ橋店にお邪魔します。いいよ。なんだ二つ橋って。来ました。まあでもラーメンショップ系の動画、僕たちの動画見ている方ならわかると思うんですけど、僕が一番大好きなお店なんですよ。ラーメンショップいっぱい行ってきましたけど、二つ橋店だけはちょっとヤバいなっていうお店なんですよ。で、何がすごいかってチャーシューがすごいんです。まあネギラーメンのイメージ持たれてる方ね、結構多いかなと思うんですけど、あそこチャーシューがいいかつくて、もうどんがんがすごいんですよ。はいはいはい。チャーシュー麺なのに、本当にもう大食いになっちゃうような量が入ってるんですけど、そのチャーシューが本当に美味しいんで、まあ、やっぱラーショー界隈からしたら、あ、二つ橋店ねみたいなっていう感じだと思うんですよね、コメント欄見せても。なるほどね。でもそこは昼の3時間ぐらいしか空いてない。結構なかなか空いてない店舗なので、今回はオープンのタイミングに一緒に行かせていただきました。空いてても振られるって感じあるんですよね。あ、そうですよ。だから僕4回ぐらい訪れてるんですけど、はい、2回ぐらいしか入れなかったんですよ。1回間しか入れないかったん でチャーシュー切れちゃうこともあると。そうですね、チャーシュー切れなんで今日やってませんみたいなこともありますし、今日は完売で終わりですって書いてたりするんで、まあ、一応ツイッターやってみたいなので、うん、まあ、それ見ていただければと思います。まあ、完売はちょっと怖いんで、僕はもうオープンと同時に、うん、そうですね、行ってきました。はい、というわけで2人で下ってきましたので、そのままご覧ください。どうぞ。はい、ということで、はい、三つ京駅、三つ京ですね、っていうところにやってまいりました。はい、はい、三つ京が最寄りなのかな、一応。そうですね、徒歩13分ぐらいって書いてました。でも乱視にしてはね、駅から歩けるってまあまあいいですけどね。 ありがたいですけどね。基本車なんで本当にっていう感じなんですけど、まあ、今回行くところは僕が本当に一番好きなラーショーということで、まあ、人気高いですよね。一回僕はあのデパートみたいなとこで牛尾さんに声をかけられて、おーラーショーの動画よく見てますって言われて、一番好きなんですかって言ったら、もうあ、言ってた、はい、二つ星が一番好き。そうなんですよ、別に僕が好きっていうかね、マジで人気な名店なんで。そうですよね、そもそもマジでおすすめ。昼しか行けないですもんね。そうなんですよ、昼の3時間とかしか行ってないんで。今が10時50分なんで、うん、はい、はい、まあ、どういう並びになってるのか分かんないですけど、一応店にはね行きましょうっても伝えてありますんで。そうなんです。はい、行きましょうか。行きましょう。はい、チャーシュー、あれですか。はい、今12、3分ぐらい歩いて着きました。11時オープンします。来た。でも空いてるね、あれは多分。一応ね、駐車場なさそうに見えるんですけど、裏にあるんですよ。あ、そうなんだ。あ、裏か、ここ左かな、の方に行ったらあるんで、車で来ても大丈夫だって。やっぱ昼時になるとすごい並びなんでしょ。あ、そう、俺が行った時は十何人ぐらい並んでた。あ、そうなんだ。ラーショーでそんな行列ってなかなかだよね。ない、行列できるほどさ、いい立地あんまないからさ。確かに。いや、空いててよかった、マジでよかった。ネギラーメンを、とネギチャーシュー麺、僕お願いします。2回目2回目ですね。ああ3、4回目の前には来てるんだけどね。あ、そういうこと。ガチは2回、2回だね、店内に入ったのは。やっぱ一心不乱に食らってますね。いや、そうなの、うん、一番スープのコポコポンの方がうるさいっていう、脳が音でかいっていう。誰に話してる、うん、会話してますラーメンで。あ、そうだね、1対1で、うん、それが一番うまいからね、うん。いや、ちょっとこれね、俺フェルトってこれで嬉しかったわ。はいはい、マジで食べてほしいの、これ。チャーシュー以外ももちろん美味しい。でも全部うまいな、ね、総合力っていうとね。あと岩のりも結構有名っぽくて。あ、そうなんだ。岩のりのラーメンとかも美味しいから、もう本当にそもそも全部美味しい。すごいな、もう腱鞘炎とかになってるのかな。湿布、3箇所入りながら、うん、で前もそうだったと思う。あ、そうなんだ。本当にギリギリでやってると頭につけてる初の木もラーメンショップ。マジかっこいいかよ、全身ラーメンショップ。マジでかっけー、北場店のオリジナル T シャツ着てんじゃん、かっけー、欲しい。なんか野球のユニフォームを飾るみたいな感じでさ、ラーショーの T シャツ飾りたいよね。いや、飾りたい、一面に、うん、そういう部屋作りたいもんね、ラーショー部屋。ちゃんとラーメンショップってこと。その扉の前。そううわ、チャーシューすごっ、カツイグ、あれ俺らだよね、多分、うん。はい、ありがとうございます。
はい、お願いします。はい、これリーダーですか、本当に。うまっす。量多いな。めちゃくちゃ家系っぽいな。あ、そうだね、確かに超家系って近い。透き通って家系って感じ。はぁ、あ、うま、あ、うま、久しぶり。うま、油がうめぇ。ね、浮いてるよね、すごい。グラスの油って治癒だよね。うん、じゃないかな。普通に家系に近いやり方だけど、豚骨そんな出てないみたいな感じ。うまっ。ネギうまっ。ネギおいしいね。え、お前もうチャーシューいっちゃうの。いや、まだ麺にしとく、うん、でかい豚はまだ、うん、先麺いっちゃおうかな。スープうまね、うん、ゴロ麺いこう。ネギ多くない？うん、てかネギラーメンってもっとこうネギだけかと思ってたんだけど。あ、ね、海苔もほうれん草もチャーシューもあるよね。こま切れチャーシューも。気持ちだね、なんか、うん、麺。でもやっぱこれラーショって感じだよな。スープがうまいわ。家系だとこんな細くないじゃんね、うん、で、あとネギ、こんな感じ。このネギの感じさ、ちょっとラーショであんまりないんじゃない？そうなの。個人的には細いのが多かったりするんだけど、こっちとこっち切られてて、うん、ちゃんと均一な太さみたいな。これがなんかめっちゃこだわり感じるんだよな、俺は。行こうかな。チャーシュー、こちら、こちらいただきます。でかっ、マジでかっ。いや、もうマジで美味しい。もう豚じゃん。うん。あの醤油さ、ひたひたでしょっぱいの結構いいんだけど、うん、ちょうどいいんだよね、塩加減が。もうこのラーメン、チャーシューだけでいいぐらいうまいんじゃないですか。麺がサブみたいになっちゃうから。たまにあるよね、そのパターン。うん、チャーシューの主張が強すぎるとさ、うん、僕はおまけになっちゃうね。そう、本当にうまい。すげえもちもちラーメン、チャーシュー。なんでこんなうまいんだろう。やっぱ全然違うね、場所によって。違うね。もうさ、このスープの色がさ、うん、結構出汁感効いてる家系の色と一緒なんだよね、うん、こんな濃いさ、確かに色なくない？ラーメンショップって結構白濁してるというか、うん、白っぽいよね、もちろん。うん、これ見てくれ、うん、美しいね。マジで作ってみたい。あんなに塊のチャーシューあるのさ、これもなくなるってことでしょ、うん、チャーシュー切れですって言われる。マジで俺は言われた一回。ここに来てチャーシュー切れって結構、うん、ディズニーってスプラッシュマウンテンとビッグサンダーも出られないみたいなもんでしょ。マジっすよ、中止ですみたいな。だから多分お店やんないんだけど、チャーシュー切れでそもそも営業しようって気がするんだよ。なるほどね。いや、うまい。これマジで遠くから食う甲斐があった。大声で中火に下げる D。 いない、誰も飲んでるけないし、誰も喋ってるけないけど、でもやっぱお話しするとすごい優しい笑顔の、うん、そうなの。そう、ちょっと怖そうに見えてる、うん、見えた、見えた、見えた。全然そんなことなくて、撮影させてもらいますよ、よろしくお願いしますって言ったら、俺の顔はダメだよ、恥ずかしいからみたいな感じだった。多分奥さんと二人でやれてるから、うん、もうなんか関係性もいい感じで、あうんの呼吸で、ね、チャーシューは私に任せてみたいな感じで、うん、奥さんがやってて、で、麺はもうやっぱり店主さんで、かっこいい。いただきます。うまっ、噛み応えすごっ。ブリブリだよ。すごいワイルドなんだけど、豚の旨味がすげえ。うん、僕はもうそれに尽きるんだよ。だからしょっぱいとか、うん、脂身がすごいとかそういうのでもないんだよね。ね、これならちょっと数食えそうだよ。そう、何ぐらいに多く見えても。肉肉しくて肉質あるんだけど、でもやっぱ柔らかいみたいな。大胆かつ繊細なんだよ、うん、チャーシュー。
ナンバーワンだわ、やっぱり。全然ちげえな。違う。うん、まあ、グッドモーニングは俺1位だったけど、まあ、そんな乗り換えそう。そんな言ってなかったから。いや、どうなんだろう、系統が違うんだよ。同じラーショーなのに系統違うって。ちょっと、ラーショーってやっぱ甘みを感じるんだけど、うん、なんかここは、なんだろうな。いや、マジで、本当に家系っぽい。うんうん。飲んだ時のちょっと粘度ある感じとか。しかもさ、これ家系っぽいのに、チャーシューは全く家系感ないじゃんね。うん。なんなら二郎っぽいんだけど、でもニンニクが効いてるわけでもないんだよね。あかん。だから本当唯一無二なんだよな。ちょっと、のりネギしようかな。あー、おいしそう。こちらで、じゃあ僕はニンニクを入れようかしら。あ、気になるわ。え、珍しい。しかもこれ瓶やん。大体その業務数みたいな感じのニンニク。あー、確かに。ここ多分直営じゃないんだよ。あ、そうなの。調味料とか食えるとないよね、多分ここに。まあ、じゃなくてもそうのパターンもあるらしいんだけど、ね、ネギ、のりで。やば、まあやってる。おめえだけだよ、2020年だってやってるの。いや、マジ。うん、まあでも早かったなって言って真似されるんだろうな。うまい。うまい。ニンニク俺も入れようかな。うまそう。私はちょっと海苔チャーシューもいこうかな。あ、うまっ。ネギうまっ。ネギ埋まってたわ。全然出てこなかった。これ普通のネギラーメンじゃないぐらいチャーシューがゴロゴロ入ってるんだけど、うわ、分厚すぎる。チャーシューいただきます。一番分厚かったやつ。満席ですね。だってまだまだ昼時じゃないからね。11時半だよ。うん、ナイス。マジか、いっぱい。でもあれかもね。うん、ここに来るときは荷物少なめの方がいいかもしれない。うん、うん、それ言おうと思った。服とかね、うん、もう薄着でいいかもしれない。かけるところがないので荷物置きがないんで、まあ車で来るのが一番いいんじゃないだから。ああ、なるほどね。うん、確かに確かに車かもしれない。チャーシューがようめちゃくちゃ入ってるね。まだ入ってる。角切りのちょうどそっちで2枚ぐらいの量入ってる。うん、お得だよね。ちょっとチャーシューラスイチで、マジでお腹いっぱいになった。マジ。熱い。上着脱ぎたい。たぶんこの湯気もきてさ、めっちゃ熱いね。あ、なるほど。目の前のスープも。加湿されてんだ。うん。大丈夫。こんな乾燥してんのにちょっと、ラーメン屋ってマジ湿度すごいよね。ラーメン屋の人ってもしかして。いや、肌綺麗っしょ、みんな。え、あんま見たことなくない？うん、肌が綺麗じゃない人。ワンネで。みんなツルッとしてんだよな。確かに、毎日汗かいて代謝も良くて。あ、そうそうそう。排出されて。チーマーってこと？そうそうそう。八門投稿開けるぐらいもやばいわ。でも、ニンニク入れなくてもいいかも。ん？ニンニク入れなくてもいいかも。あ、そう。結構ベースは味濃くない？うん。味変の必要がない。うん、なるほど。最初のパンチでいける、十分。一番いいとこ行きます。ネギがいっぱい乗ってるとこ。どうでした？いやー、うまかったですね。やっぱその家系の元祖と言われてるだけあって、そのここって多分すごい濃厚なラーメンショップだと思うんですよ。うん、やっぱ濃厚なラーメンショップになると、まあ、分かりやすいところで言うとやっぱ家系っぽくなるんだなっていう思いましたね。いやー、もう洗礼されたなんかスープ、もうスープがやっぱ好きでした一番僕は。あー、いいね。はい、家系っぽいんだけど、うん、でもやっぱラーショーらしさ、麺とかさ、ね、うん、まあ、ネギとかさ、うん、そういう味も相まってちょっとラーショー感もしっかり残ってて、そうで、やっぱりここチャーシューが僕は一番好きで、まあ、チャーシュー麺生活やったりするぐらいチャーシューが結構好きになったんですけど、いろいろ食べてきてもやっぱここのチャーシューが本当にレベル違いますね。
なんか王道なチャーシューなんですけど、うん、何なんだろうね。なんかね、多分普通の二郎系とかだと返しに漬け込んでたりとかして、あ、醤油の味が強いんですよ。角煮に近くなるというか、じゃあ肉の旨味と食感で勝負してるみたいな感じなのかな。そうそうそう、だけどそうじゃないんですよね。ちょっと塩っ気があるというか、それがね、なんか肉本来の味、旨味がしっかりこう味わえるような味付けなんですよ。はいはい、それでいて、あのギュチッとした僕の大好きな食感だったので、やっぱり美味しい。いやー、うまかった。岩の湯ラーメンも有名なんですよね。ね、岩の湯頼んでる方いっぱいいたんで、うん、次はそっち行きたいけど、やっぱチャーシュー頼んじゃってなりそうな気がします。なんかポイントカードもあるらしくて、なんか30個貯まったら1杯無料になるらしくて、で駐車場に止めたら2個貯まるんだって。そんな貯まるの？車で15回来たらラーメン1杯無料になる。やば。違う、テイスさん聞いたら、あのね、オリジナル T シャツがあるらしいんだけど、はい、それは今完売してて、うん、また春ぐらいにまた出そうかなって思ってるらしくて。じゃあアパレルもうまくいってるんだ。いや、そうそうそう、オンラインやってますかって聞いたんだけど、店頭でしかないんだって。おー。で、春ぐらいでツイート見てくれれば発売したタイミングで言いますって言ってたんで、 そのタイミングでまた絶対ここ来させてもらいたい。コラボしちゃいなよ。いや、俺2つ出しと。いやいや、もう恐れ多いっすよ、さすがに。恐れ多いっす。で、マジで欲しいな。はい、いやもう大変大満足がいっぱい、はい、もう昼営業しかやってないってことなので。そうですね、はい、まあでも、そのめちゃくちゃ朝から行列ってわけではないと思うんで。そうだね、まあ意外と来れましたね、11時ぐらいから。12時前でもまあ満席ぐらいなんで、はい、まあ皆さんもぜひね、二つ橋店さん来てみてください。はい、はい、というわけで、コメントご用意もよろしくお願いします。お願いします。では、私ガイドでバイバイ。